この村が倉掛の反乱に組みした奸賊をかくまっているのは分かっている。おとなしく身柄を差し出せばよし。しからずは村ごと踏み潰すまで。世話になった。何のつもりだ、鷺沼。昔の上官に敬意を示しただけですよ。家計少佐、元少佐。村を見逃すとの言に偽りはなかろうな。あなたの身柄を差し出すなら村の罪は問わない。言った通りです。ならばよい。
で、貴様、よもや本気で俺とし合う気か。後ろの味方を頼んだ方が良いのではないか。なぜそんな必要があります？あなたは一騎打ちで敗北を知らないことが自慢でしたな。あいにくそのような名誉を抱えたまま地獄へ行かせてはやれません。ここへ置いていっていただく。六原に背いた者の最後には一片の名誉とてふさわしくない。おお、見れば蓋がかりもかなわぬほど翼が傷んでおる様子。地上にて太刀打ちつかまつろ。見上げた大言壮語だ鷺沼。あの青二歳が吹くようになったものよ。ありがたく地層に預かろうか。メイドの土産にその印いただいておく。もらうのはこちらだ家計。そのしわ首を魚にうまい酒を飲める今宵が今から楽しみでならぬ。
詐欺沼。すでに先のない身だ。相打ちでよかろうに。無用の欲をかきおって。俺は相打ちでもよいと腹を据えていたぞ。だから貴様が何をしようと構わなかった。貴様が動いた時、喉笛を射抜いてやることだけ考えていた。貴様は違ったな。メイドの土産に勝ちを欲しがって小細工を浪した。ために惨めな最後を迎えることになったわ。死ぬがいい。六波羅に立てつく武人も貴様で最後よ。大将領足利守氏公のもと大和の武の一統はなる。大義には成就するのだ。ほざき。まだ岡部団長殿がおられるのにもまだあまたの獅子がおる。貴様らに映画の時は訪れまいぞ。岡部ごとき寿命を待つ老廃に過ぎん。姿勢に隠れ潜んで陰口を叩くだけの輩など物の数ですらない。かけ。貴様は奴らが来る時のためせいぜい地獄を清めておくがいい。お見事でござった。何、他愛もない仕業よ。して、鷺沼殿、村はいかがいたそう。先刻言った。家計を差し出せば村は咎めぬと。は。あの村は、家計を差し出したか？いや、差し出しはいたしませなんだな。では仕方あるまい。反逆の目は狩らねばならぬ。ぎょい。
人、病人、役に立ちそうにない者は殺せ。労役に耐えそうな男、若い女、それと子供は捕らえて足の剣を切っておけ。いい売り物になる。一人たりとも逃すな。こやつらに許す運命は霊族か死か、それだけだ。それが六原に弓引いた者の末路だ。
戻れ。
嫌だ嫌だ、死にたくない、助けてくれ。いや、殺す。死にたくない。死ね。生きたい。死ね。生きるんだ。死ぬんだよ。症状か？いや、違うぞ。何か頭をかき回されているような。どこから聞こえてくるんだ？もおかしい。どうしたんだ急に。状態だぞ。一体何だってんだ。とにかく止めろ。が。する者を殺せ。状況の解明は後でいい。は、は。了解。何をとち狂ったのか知らんが関係ねえ。どの道俺たちが負けるわけ。
生も。こいつが犠牲後か。殺戮者銀星号、赤い魔銀星号、血の雨銀星号、白銀の悪魔。空中に静止している。バカだ、飛行船じゃねえんだぞ。そんなことできるわけが。隊長、隊長殿、采配を。かかれ、ひるむな。とけ、奴がいかに豪気を持ってなろうと、所詮は一騎。わし包んで打ち取れぬはずがあろうか。かかれ、奴の首を上げれば対抗ぞ。消え、どこだ、どこ。バカ、上だ。早すぎる。すぐだ、銃を使え。足を止めて捕まえろ。くそ、今度はどこに。三角巾。三角巾、無事か。大丈夫だ。くそ、腕と翼をやられた。飛べねえ。サカキ、逃げろ。おい、ほうけてる場合か。前、
降臨だ、レイディバグ。銀星も俺の喉地どうするつもりだ。卵やめろ、またそれをばらまくつもりか。生態を生み出すのか。待て待て。